帝南洋は台湾の民主化運動家。帝南洋肖像台湾の政治雑誌、自由時代の編集長。台湾の国民党政治の反対派を支持し、表現の自由を訴え、台湾の民主化を促進し、台湾独立運動を主張した。妻は政治家で、現、台湾観光協会会長の洋菊乱。帝南洋の父親は中国本土の福建省、福州の人で、 いわゆる外省人、母親は台湾にルーツのある本省人だった。国民党による戒厳令下の台湾で政府の厳しい検閲に会いながら5年8ヶ月302号雑誌自由時代を出し続けた。100%言論の自由を常に主張した。韓国の民主化運動に強く影響を受けての行動とされている。行動する思想家。 雑誌、自由時代の創刊の他にも、228、平和霊促進会を設立して、第二次世界大戦後、1947年に、台湾で発生した悲劇の2.28事件に、対しての救済を求めた。また、519グリーンアクションを2回発動し、群衆の力で当局に、戒厳令の解除を迫った。1986年の生涯で、 初めて逮捕、8ヶ月の懲役を含め2度、国民党政権に逮捕されている。1989年1月27日、国民党政権による強行逮捕に反抗して、編集室に立てこもりを開始。71日後の1989年4月7日、雑誌社の編集長室にて、機動隊の突入直前に、ドアは同僚に閉鎖され、 自ら編集室に火をつけて脱出不能彼の死は国民運動の高まりに大きな影響を与え台湾政治改革の起爆剤となった。編集室は今も黒焦げた状態で台湾の松山にそのまま低南陽記念館として残されていてその前の通りは自由地又と名付けられている。また4月7日は台湾の 言論の自由の日に定められている。やると決めたら、徹底してやり遂げる信念の人との票。来日経験もあり、東京に滞在し、日本で暮らす台湾人と交流していたという。かつて中日台北文化代表どころの代表を務めた津田塾大学名誉教授の元誉会も、その一人、共にタバコを吸い徹夜で、明日の台湾の自由と民主主義について語り合った。 許与会の作った台湾の新憲法草案は、邸南陽によって雑誌自由時代に掲載され、世に広められた。邸南陽氏の生と、指テ南陽基金会。ありがとうございます。